学食そばいけるんですかね。いけます。でそれと、ね、一銭洋食お願いします。どうです。いいっす。温泉もある。ねえ、この辺ちょっと温泉が。やってる？やってんの？ちょっと聞いてみて、やってますって言って。やってます？あ、やってるそうです。ちょっと、YouTube 交渉。YouTube 見たんですけど。あ、YouTube。いいぞ。あ、どんな感じだった最初？初めて交渉した。で、ちょっと今日か、この冠屋、はい、なんか、たこ焼きとかね。はい、はい、ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。謎のビール。あ、とりあえず生ビールしようかな。生ビールで。生？そうだね、普通のビール。生ビール2つください。お願いします。食べ物とか行きます、はいはいはい、ですね、学食そば行けるんですかね。行けます。でそれと、はい、一銭洋食、はいはい、お願いします。うん、あ、どうぞ。はい。いただきます。ちょっと締めに。締め？いただきます。うん。生姜の味が効いてる。うん。美味しい美味しい。生姜も効いてて美味しいわ。締めに入った。うん、普通に超いありがとう。美味しそう。いただきます。うん、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 うん。
はい、いい締めです。ちょっとこっち行きましょうか。かなりあのハードコアな、ハードコア。でも2人で1,010円。そう、びっくりした。あので、結構なんか YouTube の中ではディープスポットみたいな、うん、結構一番じゃないけど結構ハードルの高い一つにゴミちゃんが衝撃的でした。ちょっとなんか急に行ったから大丈夫なのかな、何も喋れなかった。なんか急にね、なんか雰囲気壊したような。でも常連さんのお邪魔をしてしまったかも。ねえ、ちょっとびっくりしたけど、でもまあすごい安い感じで、うん、多分地元の人じゃないけど、まあ一人でフラッと入るような感じなのかもしれない。ねえ、もうちょっとなんか安く飲むっていうか、はいはい、ねえ、ぜひいくみちゃんも一人闇上がりの時に闇上がりの時に結構ベロベロになる。そう。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。